どうもこんにちは、プロボウラーの水 P です。そしてプロボウラーの加藤です。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、はい、伊賀のニンニンボールさんにニンニンこれ、はい、ちょっと某女子プロのあれやけど、でもニンニンで言ったらもうこれしかないですもんね。これしかないですからね。はい、ニンニン男祭り、あ、すいません、はい、男祭りちょっと、はい、もう一回やる？いや全然大丈夫です、はいはい、もう全然、はい、全然大丈夫です。打ち合わせなしの NG ないんです。オープニング、はいはい、NG ラッシングでやってますけども、はいはい、今日はね、加藤プロとこのニンニンボールで1ゲームスカッチダブルス戦をしたいなと、はい、思っております。いいんですか僕で？もちろん。初めてじゃないですか一緒に撮んの。そうなんですよね、多分、はい、そうですよね、2人で撮んの初めてなんで、はい、まあいつもね普段なかなか会えないですけども、そうですね、仲がええ息が合うところを皆さんに見ていただこうかなと思っております。はい、はいはい、ということでね、まあスカッチ皆さんご存知の通り、はい、1投目人が残したピンを2投目いかないといけないということでね。そういうことです。はい、ストライク出るまでずっと1投目ひたすら投げないといけないというふうになってきますので、はい、はい、一生懸命やっていきましょう。いきましょう。スポルトの他のプロとのより息が合うとこを見せてやりましょう。ね、はい、ちなみにどっちが1投目なんですか最初？じゃんけんしましょうか。はい、勝った方かな。あれ、最初はグー、じゃんけん、ほい。よし、僕1投目です。それはいいのか悪いのか分かりませんけども。じゃあ2フレのところで待ってればいいんですね、僕も。まあそうね。そうですね。ハードル上げられましたけどね。はい、はい、やってみたいと思います。はい、おじさんなんで体温まってないですけど。そうですね。はい、冷や汗はもう出てますよね。はい、一生懸命やっていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。はい、では行きたいと思います。こっちで待ってますはい、加藤プロスペアボール出してないからね。そうですよ、取る気ないですからおおおら、さすが。どうぞ。ありがとうございます。僕はスペア取らないですけど、水谷さんはそれしまわなくていいですよ。いや、持って待ってねえじゃん。ああ、そういうことですね、はい、そうです。持って待っててください。じゃあ行きます。いや、当てずっぽでストライク出るもんやね。はい、当てずっぽなんですか当てずっぽです。おお、危ない。ちょっと行き過ぎちゃいましたね。ノーメンテ、はい、ノープレッシャープレッシャーはありますよ、ね、めちゃめちゃ緊張したさっき。そうですよ、人様の前で投げるのが珍しいからそんなことないですよあー、出過ぎた。あ、どうぞ。練習練習練習です。何ですかあの残りピン。加藤プロの技を見せようと思って。あ、スペアボール出てきた。スペアボール持ってきました。じゃあこれ取れなかったら、これなんか目標とかあるんですか、何点とか。あー、210点いかなかったら、はい、ここにクエン酸用意してくれてますんで体にいいクエン酸。そうですね、はい、疲れが取れますよ。スペアも取れますよ。ほら、あー、残念残念。まああれは残した人が悪いです。いや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 あれね、プロの技を見せるはずだった。そうですよね、台本にはあそこでスプリットって書いてあったんだけどな。確かに確かにとか言ってたいや、ここから俺の、 あの緊張の瞬間が。そうですよね、変わりましたからね、これで。こっち外からなんですか？これいいんじゃない？いいんじゃない？ちょっと待ってよ。こっちなんで外から行くんですか？え？いやいやいや、OK です。じゃあちょっと戻ってくるかなと思って投げたらさ、これ取れますよ、加藤プロ。これは取りましたよ。この GS のマシンで。マジで？はい。まああれは普通やね。どんまい。1投目頼みますよ、水ピー、ね、誰が悪いか知らんけどね、はい、僕は伊賀までスペア取りに来たわけじゃないんですよ。そう名県民になりたい気はないの？はい、いや、取れるやつでお願いします。はい、じゃあこれ今あれいい、チートイツ狙いやから規則正しい、ボーラーあるあるですよね、うん、だいぶ何でも法則に従う。だいぶ後ろもシーンとなったけどな、今な、はい、よし、あ、スペシャルこれ初めてのコラボ動画、きっとこれお蔵入りじゃないですか。いやいやいや、ちゃんと配信しますよちゃんと配信します。これ多分ね、ふざけたマスクしてるのが悪い。そうですね、うん、真面目なマスクに
覆面かぶった方がいいですよそれぐらいのマスクでいかないと、全くレーン読めてへんのがバレるやないかはい、さすが。あと今一回ジャンプしましたね、あの辺で。練習しなくてもスペア取れる。スペアだって毎日練習してますから。偉いね、はい、ちょっとこれは、お、ついについにカトピーに合わせてちゃんと ABS のボール投げようか。爽やかスカイブルー、爽やかスカイブルー、はい、手前食われて終わったらごめんね7本、ナイスです。危なかった、法則崩れちゃいましたよ。大丈夫、次7本やろ俺がですか確かにこっちで1投目投げるのは初めてですよね、僕。てかさ、こんだけしか投げてんのに、まあ汗かいてるけど緊張して冷や汗ですよね。冷や汗がだいぶ出てきた。よし、ピン残さんといてよ。終わりました。あー、仕返しや、仕返し。3回目の8本スプリット、すいません、ちょっといいとこ見せようと思って中入りすぎました。スワンコー狙いに変わりましたよ本当ですね。スペア練習してますから普段。はい、ね、一本取る練習はちゃんとしてるからちょっとすいません、210とか言って、もう無理じゃないですか。もう決まってしまったよ。まあこれで二度とチームを組むことはないですねいや、こっからですよ、こっから見せ場は。相性がやっぱ悪いんじゃないですか。いやいやいや、危ない、微妙、ちょっと危ない。やっぱちょっと手前のなさを、そうですね、考えすぎたね、2人ともね。はい、よし、ダブルよ。トルクのいいとこを見せよう、せめて200はね。うまい、あー、先が先だけオイルあるんですね。先が来ない、先だけ。これ曲げて取りますか、まっすぐ取りますか。曲げて取ります、曲げて取ります。え、だって後ろあるから。そうね、基本的には曲げるよね、はい、そうですね。さすがです。危ない、危なかったけど、はい、さすがです。よし、じゃあ最後、泣きのパンチアウトお願いします。あ、ちょっと待って、パンチアウト言うと俺3投目投げなあかんかな。これ大丈夫なんですか、これ動画にして。大丈夫です何でもそのままありのまま伝えるのがプロボーラー。これノーヘッドやったらカットです喋りながらって集中 してますかこれ流す、ほんまに。お、流すよもちろん流すよ。自分で言って、はい、すごいですよ。ストライク4つ、8本4つ、7本2つだから、もう次7本でだからなんだってことですけど、そういうことですよ。はい、じゃあ最後お願いします。最後トルクのままでいいでしょうか。これやめた方がいいと思います僕が言うのもなんですけど、やめた方がいいと思います。レーンには合ってないよね。はい、え、ワッペン取れるぐらい、ワッペンも取れた、取れるぐらい。まさかの、汗かいてますよ僕。お願いします、最後ストライク、これぞストライクってところ。よし、頼むからボール戻ってきてな。戻ってきてなってば。7本7本。おー何のこっちゃですよ。これダブスタートで、これ何ダブスタートで何、いや、まあしょうがないですよね。はい、スプリット3回全部ミスですから。いや、悔しいから、これ、はい、番外編今からストライク2人とも出たら終わりますね。どういうことですか。え、だからこのスコア関係なしにもうこれ終わりなんで、はい、じゃあ最後にオフショット画面で、オフショットで、はい、はい、なんかまるで僕がストライク出てないみたいじゃないですか
こういう先輩もおるということです、世の中には。そういうことですね。はい、じゃあ1回で決めますよ。はい、もうセンター静かですからね。はい、ああじゃあすいません、僕が先にストライク出しますね。そのボールでいいんですか？大丈夫です。はい、戻ってきますか？戻ってきます。はい、お、なんだ今のピンアクションは。すごいですね。はい、まあ難しかったです難しかったです、はい、僕と加藤プロのスカッチダブスはもうないですね。ないです、はい、とりあえず、はい、今から男祭り投げるんですけど、そうですね、まあ、今みたいな点数にならんようにね、はい、しっかりと皆さんを盛り上げていきたいなと思ってます。思ってます。まあ、またね機会があれば本当に、はい、スカッチやりましょう。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、今日のチャンネルは、はい、こんな点数でした。僕のチャンネルらしくていいですこれが。はい、いや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 、はいはい、ということでね、まあちょっと難しいコンディションだったんで、はい、言い訳がましいですけども、まあ、対策が練れてなかったということでね、はい、はい、年取るとね、体温まるまで時間かかるんですよ。僕はティファールですから、はい、どっかで聞いたことあるね、はい、僕はあのホテルの銀色のやつですね。ちょっと時間かかりますので、はいはい、ということで、はい、今日の内容、はい、まあ、あかんけどグッドボタンお願いします。チャンネル登録、はい、加藤プロに1万人負けてますので皆さん登録してください。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。